東京ラプソディは1936年6月に定築から藤山一郎の歌唱によって発売された昭和歌謡である。作詞は角田豊、作曲は小賀正央。昭和モダン末期の東京を歌ったホックストロット調の作品で35万枚を売り上げヒットした。藤山主演による同名の映画も制作されている。 1930年代の銀座作曲を担当した小鎌紗は東京ラプソディについて自身が銀座、浅草、新宿という盛り場が見事に歌い込まれて心にくいばかりと評価する東京更新曲発売。作詞、西条80、作曲、中山新平を目標にもう少しモダンになった東京を書いてみたいという考えのもとに制作したと述べている。 小賀によると、フォードのクーペの新車に乗って、初夏の明治神宮外苑付近を走行中に、自然とメロディーが浮かんできた。こうして曲が先に完成し、後から小賀と門田豊が共作のような形で詩を作ったという。門田が起用された時点ですでにレコード吹き込みの日程は決まっており、B 面の東京娘は完成していた。門田は重圧と戦いながら、 3日間ほとんど寝ずに作業をして、死を完成させた。歌唱を担当した藤山一郎はこの曲を、銀座、神田、浅草、新宿と東京の盛り場を楽しく歌い上げた清潔にして、軽快なフォックストロット調の歌と解説している。吹き込みにあたって、角田や小賀から注文をつけられることはなく、自由に歌うことができたという。 東京音楽学校で声楽の基礎を完全にマスターしたという自負からフォックストロット調の流行歌は容易に歌えるという自信のあった藤山は小姉を明瞭に保ちつつ曲調に合わせてある時は歯切れよくある時はしっとりと歌うことに神経を使ったと解雇している藤山にとってこの曲はビクターから定畜への移籍後第一作であった 藤山に遺跡の話を持ちかけたのは、定築の重役を務めていた小賀で、藤山は定築をレコード会社としては二重だと感じながら、かつて酒は涙固め機械や丘を越えて影をしたい手でヒットを飛ばした小賀とのコンビに魅力を感じて遺跡を決断した。藤山の実家はモズリンドンヤであったが、昭和教皇の影響で経営が傾き、年に、 藤山が東京音楽学校に入学して間もなく3万8000円の負債を抱え廃業していた。藤山は負債返済のために学則を犯してレコードの吹き込みのアルバイトを行ったことがきっかけで小型コンビを組み流行歌手として世の注目を集めた一方、東京音楽学校大学の危機にもさらされた。東京ラプソで発売当時も 藤山は夫妻を早く返済したいと願っており、どうか売れてくれますように、普通以上に売れてもらいたい。と、心の中で神に祈る気持ちだったという。東京ラプソディは35万枚を売り上げ、藤山は B 面の東京娘と合わせて2万千円の歌唱印税を手にし、実家の借金を完済することができた。藤山は東京ラプソディのヒットにより再び歌手として、 脚光を浴びるるようになったと解雇している歴史家の今西映像は東京ラプソディの歌詞には戦時色が濃くなり権力によって昭和モダンが抑圧され分解しつつあった世相にあっても消えることのなかったモダニズムを追求する人々の心が現れていると分析し東京ラプソディをモダニズムの残響と表している今西は 太平洋戦争開戦直前の1940年に、東京ラプソディと同じく、小賀と藤山がコンビを組み銀座の街を歌った、懐かしの歌声の歌詞を、東京ラプソディの歌詞と比較し、驚くほどの変わりようである。モダニズムは視察された。モダニストにとっての懐かしい故郷である銀座も、今や、皮膚さ里の荒野であったと述べている。レコードのヒットを受け、 PCL 映画製作所によって楽曲と同じ題名の映画が制作されることになった。藤山演じるクリーニング屋の息子の声を描いた作品で東京ラプソディの歌詞を中心に物語が展開した。藤山によるとたわいもないストーリーであったが、50銭の入場料で藤山一郎の歌を聴きながら東京見物ができますという宣伝が当たり、客入りは良かったという。 映画、東京ラプソディの制作には、技師として、後に、ソニーの創業者の一人となる、イブカ大が参加していた。イブカと交流を持つようになった藤山は後に、ソニーに食卓として勤務し、さらに社友となった。小賀には、音楽監督料として900円が支払われ、小賀は全額を1934年に死去した、母親を祀るための仏壇の購入に充てた。ありがとうございます。